アーレン。アーレンは、ドイツ連邦共和国のルトライン、イコールベストファーレン州に位置する、バーレンドルフ軍南部の中規模軍都市である。ミュンスター行政管区に属す道軍最大で、経済的に最も重要な都市である。バーレンイコール、ビュルテンベルク州の都市アーレン、と混同しないよう注意が必要である。アーレンは、ゼンデンホルスとエニガーロー、ベックム、 ィッペタール、ハム、ドレンシュタインフルトと境を接している。本市の名称は850年頃にウィたロージョリー E に初めて記録されている。地名の意味や地名との関連した翼のあるウナギという紋章のデザインについては明らかになっていない。この集落の起源はの都市地の入植地であり、二つの重要な街道の分岐点であると同時に、 第三の街道の出発点であった、ハム・アーレン・バーレンドルフ、ベックム・アーレン、ヘルベルン、アーレン・ミューンスター。一世紀の時間をかけてゆっくりと成長したこの入植地はやがて死境の荘園となっていた。教会城塞の保護の下、職人や商人が住み着き、農民や荘園の住人との商売で生計を立てていた。12世紀後半にこの町の遠距離交易が始まり、 例えば十三世紀のリューベック商人の会計簿にアーレン人の名前が現れる。この頃に五つの楼門を持つ史壁の建設、1271年も行われた。アーレンは北ドイツハンザの加盟者であった。この年防衛施設の解体は1765年に始まり、1929年にその最後の遺構が取り壊された。 本市は13世紀に急速に発展した。1285年頃に住民が大幅に増加したため、古い教区教会、聖バルトロメウス教会の近くに、新しい教区教会、聖マリエン教会が創設された。これにより、新旧二つの教会区が並立した。この発展の結果、アーレンは、当時のベスト・ファーレン十八大都市の一つに数えられるようになった。 新市街では流入した移民によって、アッカービュルガー層、都市に住む農民層が形成された。この町の流星は14世紀にヨーロッパ全土で荒れ狂ったペスト化によって幕を閉じた。1389年の住民台帳にはわずかに63家族が記録されているだけである。1454年にやっと1300年頃と、 同程度の212家族が住民リストに記載された。この頃までに市には4つの外区が設けられていた。これらはそれぞれが面するモンにちなんで名付けられ、いずれもほぼ同じ広さであった。各外区はそれぞれ該当するモンと主壁部分の管理責任を負い、さらに共同地の放牧権を管理する放牧組合を結成した。1454年頃、 アーレンには7つの貴族家と司教の上兵官の職員が住んでいた。近世の始まりに、アーレン及びその周辺部に位置したメヒエルンの所領に関して1世紀に及ぶ相続争いが勃発した。メヒエルン家では、コンラートフォン・メヒエルンが1246年に初めて記録れている。15世紀末頃にこれとは別の、この家系最後の男性となった。 コンラートフォン・メヒエルンが亡くなり、母親のギゼーラ・フォンデア・ジュンガーが医療を相続した。彼女は、メヒエルン家の未亡人で、ギンプテ家の出身であった。アーレンからフォアヘルムを含みヘトマールやエルデに至る、所領の所有権と司法権は1491年に、ランベルト・フォン・エールツーケスベックに売却された。これが、エールケトと,との間の相続争いの元となった。 ランベルト・フォン・エールは、メヒエルンの所領を1519年に、息子のヘルマン・フォン・エール・ツー・ブルフフに行った。1528年5月1日の流血サタの、フェーデの後にベルント・フォン・エールとゴットフリート・フォン、ハールメン・ツー・ホルネとの間で和議が結ばれ、相続争いは終結した。この家系の名称は、現在も、市の郷土博物館が入居している、エール・ホーフという名称に見ることができる。 同じ頃、手話3度、1505年、1551年、1592年のペストの流行によって多くの住民を失った。レプラも多くの住民の命を奪った。1571年に市長と議会は、レプラ専門病院の建設を決議した。壊滅的な大火災、1483年、1668年、1744年、 が、死の繁栄をさらに衰退させた。1574年から1652年までのアーレン死の記録には約20件の魔女裁判が記載されている。魔女裁判は1574年に4人の女性の死によって始まった。1615年、ベータークライカンプが人道であると告発され、拷問された上、生きたまま滝木の山の上で火炙りにされた。 1616 16年、クリスティアンツー・ムレーが妖術を使ったとして告発され、獄中で精神錯乱に陥り、死亡した。知られている最後の魔女裁判は、1652年にアンナ・ザデラースに対して行われた。彼女は拷問を受け、残首され、焚き木の山の上で焼かれた。1803年にとともに、この町は初めて、プロイ占領となった。同じ年に、 プロイセン政府が行った最初の人口調査では1854人が記録されている。この頃、戦術の変化によって都市防衛施設はその機能を果たせなくなっており、一部が取り壊された。曲折を経て1815年に最終的にプロイセン領となったことにより、この町は新たな発展を遂げ、人口が急速に増加した。 1871年の人口3、535人が住む農民都市から1964年には人口44、203人の中規模工業都市に成長した。また、この町にとって重要な意味を持つ多くの技術的、経済的成長がなされた。1846年から1847年にアーレンを通る鉄道ケルン民連線が建設された。 これにより、本市は、周辺の他の都市に比べ、立地や移動の点で有利となった。鉄道建設自体も、特に、ベストファーレン南部やアイフェル地方から、多くの鉄道工事従事者が流入することにより、この町に一時的ながら、活気をもたらした。しかしその反面、社会的衝突も生じた。鉄道路線の完成後にこの町に泊まった、移住労働者はわずかで、 ラーベンスベルク地方からの労働者が多くを占いた。工業化の最初のフェーズは1880年頃のストロンチアン石の採掘と金属化工業者の設立、ケルクマン兄弟の板金工場及びスズメッキ工場、1863年によって始まった。特にストロンチアン石採掘はアーレン住民に特に波乱に富んだ時代、シュトルンツ時代をもたらした。 ストロンチアン石採掘の最盛期はわずか10年ほどであった。アーレンの鉱山に集まった多くの労働者、約650人は故郷。その多くはやはりアイフェル地方であったに帰るか、盛んになった金属加工業者に職を見つけるかした。この町はラインラント、ザクセン、チューリンゲン、ハルツ、ボヘミア、シレジア、オーバープファルツ、フランケン、 オーバーバイエルンからの有能な専門家を募集することでエナメル製品の製造に特化し、型抜きエナメル業が盛んになり、名声を確立した。1892年に5つの工場が存在していたが、1968年には20工場になった。こうしたペットケス工場、エナメル工場の方言の労働は、主に流入した地方住民によって行われていた。 エナメル産業の他に、機械工場、器具工場、製花工場、木材加工業者が設立された。かつて、アイフェル地方からやってきて、故郷へ帰る移住者の波に乗って、アーレンの工場からエナメル製品が活発に取引されるようになった。1904年に、新京海区は、ネオゴシック様式の新しい教会堂を建設した。このマリエン教会は、 現在も、アーレン最大の教会で、高さ約75メートルの斎藤はこの町の象徴的建造物となっている。歴史的に重要なのは、ロマネスク様式の南玄関及びマリアローゼ、修道院から由来すると、ペスト十字である。工業化の第二フェーズは、 ベストファーレン工業会社によるルール地方東端の炭鉱開発によって始まり、この町の発展にとって決定的に重要であった。必要な土地の取得は1907年に行われた。1909年に鉱山鉄道が完成し、二重行動施設の本来の行動掘削作,作業が始まり、1913年に完成した。同時に保護文化財に指定されている。 鉱山集落ノイシュタットをはじめとする移住労働者のため就労集落、コロニーとも鉱山集落とも呼ばれるが建設された。1912年と1913年だけで、この町は約5000人の移住者を獲得した。ベストファーレン工業の従業員は約1200人であった。その移住元は広い範囲に分布している36%が ベストファーレンを中心とするドイツ西部31%がドイツ東部19%が国外であった。ドイツ北部、中部、南部からの移住労働者はわずかで主な出身地はであった。外国人労働者ではポーランド人、チェコ人、スロベニア人、クロアチア人、ハンガリー人、イタリア人、オランダ人が多かった。第一次世界大戦中にはこれに加えて、 410人の戦争捕虜も鉱山労働に従事させられた。その後数十年にわたり鉱山はこの町の経済的吸引力となった。この事業の拡大はさらなる移住者を呼び込んだ。1936年から1937年にドルベルクに第三の行動が設けられた。1939年までにドイツ全土及び21カ国から延べ八、 298人の移住者を得た。その中で大きなポーランド人のグループは独自の生活スタイルを営んだ。住民構造の急速で徹底的な変化はこの町の政治活動にも影響を及ぼした。1870年にはドイツ中央党の重要な支持基盤であったアーレンにおいて石炭時代の1919 19年の自治体選挙で社会民党が票の一。 三を獲得した。市民政党が分裂し、共産主義政党が成立すると、中央党は社会民主党もだが急速に影響力を失った。1921年にアーレン鉱山の労働者で政治活動の実績があるが、ドイツ共産党の地域代表者となった。甲府の劣悪な社会環境に対して彼は、この頃、ストライキやデモを頻繁に繰り返した。 こうした活動は、本市の政治勢力にも影響を及ぼさずには、おかなかった。1929年の市議会議員選挙で、共産党は24.4%の票を獲得して、第一党に躍進した。この頃、次のような標語が懸念された、アーレンとハムボルンが平成ならば、ドイツ全土が平成だ。国家社会主義の時代について、 旧ユダヤ人が公跡の広場に立つ記念碑の名が、以下のように語っている。この夜、アーレンのシナゴーグは国家社会主義者によって冒涜され、放火された。ユダヤ人たちは殴られ、住居は壊され、商店は粉砕された。ユダヤ人のジークムントシュピーゲル、62歳はこの夜、ビルヘルム通りで殺された。彼は、ナチの手先によって殺害された。 ビルヘルム通り14番地の郷土博物館の上部にこの犯罪を記憶する記念版が掲げられている。郷土博物館前の広場にはジークムント・シュピーゲルにちなむ名が付けられている。1938年11月の排斥行動後、ドイツ国内の多くの市長が自らの死をユダヤ人フリーであると宣言した。 しかし一年後の1939年11月14日になってやっと、アーレン氏の市議会において、調査責任者、第一副市長のハイナートであったが、第三点、ユダヤ人についてとして、二人のユダヤ人女性 U、夫人と N、夫人を最後に、アーレンから、ユダヤ人がいなくなったと報告した。ベスト・ファーレンのある都市の忘れられた、ユダヤ人社会の痕跡を記した著作。 アウシュビッツへの道はアーレンからも始まるの中で著者の H.W. グンメルスバッハは次のように述べている。1944年9月になってアーレンのユダヤ人女性が一人逮捕された。そして以下のように続けている。その手紙はアーレンの医師と結婚したユダヤ人女性の苦難の道を物語っている。彼女は1939年11月の死当局の命令に従わず、 家族の元に泊まっていた。彼女、グレーテ・ユーは、最終的に1944年9月に逮捕されたが、強制収容所に送致される前に危険な逃走によって脱出できた。数人が追跡を交わして逃走し、わずかなものだけがホロコーストを生き延び、大多数が、ジェノサイドの犠牲となった。戦時中、1943年にアーレンは、野戦病院の所在都市となり、 終戦時には1800人の負傷者を収容していた。野戦病院は1942年には本来の機能を果たさなくなっていたセーミハイル、修道院の建物、現在の死境区立ギムナジウムにあった。空爆の激化によって多くの被爆者が被害を受けていない、小都市や田舎町に移された。アーレンはその助力に基づき、ゲルゼンキルヒエム及びアーヘンの保護、援助都市となった。 1944年9月9日、合計1461人の本市への大疎開が記録されている。しかし、アーレン自身も戦争による損害を被っている。1940年6月以降45回の空爆を受け、300人近くが命を落とした。最も激しい空爆は1944年3月23日で、約1000発の爆弾が、 鉱山の建物や、これに隣接する労働者の住居集落に投下された。この爆撃で193人が死亡、250人が負傷、約600人が住まいを失った。終戦時には、市の面積の約5%が破壊されており、特に鉱山労働者のコロニーは、最も頻繁に攻撃目標にされた。第二次世界大戦では、1200人のアーレン住民が、 様々な戦線で戦死し、295人が空爆で死亡した。1945年3月31日、軍委長のパウロ・ローゼンバウムは、無防備都市宣言を表明して、アーレン氏を無抵抗でアメリカ軍に解除をした。この勇気ある決断のおかげで、さらなる破壊が回避された。第二次世界大戦によって、鉱山の幹部職員は、 約27%減少したが、全従業員数は約36%増加した。これは、郊外の外国人収容所に収容されていた、戦争捕虜や連行された一般市民と兵役についていたドイツ人交付との交換によるものであった。終戦時、アーレンには26カ所の収容所に5、971人の外国人労働者がいた。 1945年秋に強制労働者や捕虜が送還されるまで多くの報復行為が一般住民に対してなされた。1946年から1947年にかけての冬にイギリス管理地区のセディ地区委員会は党の考領に従った方針についての議論をアーレンのセーミヒャイル修道院、現在のギムナジウムで言った。これと関連してドイツにおける 新たな政治エリート教育のための教育課程が設けられたコンラートアデナウアー。このプログラムの名称がアーレン氏と結びついていることは、この町の政治的伝統、中央党と必然的に結びついたものではなく、おそらく偶然であった。それでも、この会議の建物自体は、このプログラムの内容を暗示する意図があったことを意味している。 1947年2月1日から3日のアーレンでの集会で地域委員会は以下の声明を発表した以下は序論部分。都市生活は他の出来事によって決まっていった1945年11月5日から1946年8月15日までアーレンには当時のベック無軍のための一時的通貨収容所が設けられていた。この頃、 70本の難民移送列車がこの町に到着した。この町は1950年までに約4000人の故郷を追われた人々、特にシレジアや東プロイセンの人々を受け入れた。難民の流入は鉱山と並んで構造変革の最も重要な因子であった。既存の工業系企業は従業員を大幅に拡充し、他方で難民主導によりそれまでニッチであった。 経済領域で新しい産業が起こった。1950年代の経済状況改善に伴い大規模な建設工事も行われた。市の南部に広大なオストドイチェスフィールテル東部ドイツ街が設けられた。この街区は住民にちなんで名付けられた。ベストファーレン工業の大部以降の交付のための住宅。 1953年から1956年、ベスト・ファーレン弊社。1958年から1961年、公共施設や、教会施設、私立、ギムナジウム、屋内プール、クリストス教会、パウルス教会などの建設工事が行われた。ドイツ経済の奇跡は、アーレンにおいても、就職口の過剰を招いた。州の機関による仲介や、 経済団体の主導によって、1960年から1965年までに、合計約1000人のガストアルバイターがアーレンにやってきた。人口は1945年の29,322人から1969年には44,203人にまで増加した。1969年のアムト・アーレンの合併によってこの町の人口は5万人を超えた。 1996年に小さな2つのクラブが合併して成立したアーレンのサッカークラブ LR アーレンは2000年から2006年までブンデスリーが2部に所属したこのリーグから降格した後2006年5月31日の臨時総会でメインスポンサー撤退のためロートバイスアーレンと改名したアレナ SG のハンドボール部門は1999年に 昇格した。2005、2006年シーズンには2位となったが、ブンデスリーが一部への昇格は果たせなかった。アーレンは2000年に閉山されたベストファーレン鉱山で知られている。アムトアーレンの市町村、アルトアーレン、ドルベルク、ノヤーレンが1969年7月1日に合併した。1975年1月1日にフォアヘルムがこれに加わった。 人口約5万5千人のアーレンは、バーレンドルフ軍最大の都市である。人口の13.3%が外国人。2015年12月31日、現在であり、ドイツ全土の外国人、比率11.1%よりもかなり高い。最も多いのがトルコ人で、この他に高い比率を占めるのが、バルカン半島出身者、旧東欧地域の出身者。 ロシア人である。住民の27.3%が移民を祖先に持つ2009年12月31日、現在。これらのことから、アーレンは、ノルトラインイコールベストファーレン州で、移民比率が高い都市トップ15に含まれる。これは、ベストファーレン鉱山の労働者として、トルコ人の労働力を募集し、その多くがアーレンに定住し、家族を呼び寄せたことに起因している。 アーレン住民の18.1%が15歳以下であるという数値はドイツ平均の8.2%に比べてかなり乖離しているがこれは移民系家族に子供が多いことによっている失業率は5.4%で比較的低いアーレンの市議会は2014年5月25日に選出された投票率は48.2%であったズンガラ 赤字に金の冠を被り、七枚の翼を持ち内側に曲がった銀のうなぎ。紋章の上には三本の塔を持ち、紋を有する城壁型のクレスト。最も古い印象は、指紋の中に敬けな身振りのうなぎ、その上にセイバルトロメウスが描かれている。この聖人はアーレンの守護聖人である。この印象は13世紀から現れる。 1255年5月21日の文書アーレン氏からケロン氏に宛てたラントフリーと協約である。17世紀以降は死の紋章にも印象にもうなぎだけが描かれるようになった。現在の形の紋章は1910年12月5日にプロイセン政府によって承認された。アーレンは以下の都市と姉妹都市関係にある。アーレンは 新犯罪同盟に加盟している。1任職となった1996年以降の市長を歴記する。2015年のノルトラインイコールベストファー練習自治体選挙でアレクサンダーベルガー、無所属、セティ及び FDP 推薦は決選投票で50.9%の票を獲得してベネディクト・ルーメラーの公認に選出された。世界最大級の浴槽メーカーの一つ、 フランツカルデバイ GMBH&COKG と2012年に投資グループのクアドリがキャピタルとブレーガルキャピタルに買収されたドイツの消費財企業 LR ヘルスビューティーシステムスがアーレンで最も有名な企業であるこの他にこの地域の有力企業としては従業員数に300人を超えるビンケルマンイコールグループやドイツ本社をアーレンに置くハワース社がある アーレンの南西、ハンマー通り沿いに、ベスト・ファーレン兵舎がある。この連邦軍の敷地は、1959年から2004年まで、第19総攻的弾兵旅団が、2006年11月までは、第192総攻的弾兵旅団がその例下ある、6中隊と共に駐屯していた。その解散後は、隣接するハムから第22衛星連隊がアーレンに、移動した。 2011年10月に、連邦軍の包括的組織変更に伴って、第22衛星連隊は廃止された。これに代わって、第3徴兵中隊と第7教育大隊が、ベストファーレン兵舎に入った。これにより、勤務者は760人から860人に、増加した。アーレン市内のその他の連邦軍の土地としては、グラスカンプ級動員基地、現在は、機材倉庫。 国外派兵される兵士の訓練に利用される X 線爆車旧スタマナルグイーストリッチがある。アウトバーンについてはアーレンの東と南東それぞれロ1 0 k m に A2 号線 120km 西に A1 号線のインターチェンジがある。連邦道 B58 号線が市内を東西に貫いている。ドルトムント空港びミュンスター、オスナブリュック空港が それぞれ 45km、65km の位置に、ある。アーレン駅は、ケロン・ミンデン本線にある駅である。この駅は、それぞれ1時間ごとに、レギオナル・エクスプレス RE6、ベスト・ファーレン・エクスプレスデュッセルドル・ドルトムント・ハム、ビーレフェルト・ミンデン、運営、DB ・レギオノルト・ラインイコールベスト・ファーレンと、レギオナル・バーン R B ・ RB69、m イコールベルで鉄道、 ミュンスター・ハム・ビーレフェルト運営オイロバーンが発着する。このため、ハム及びビーレフェルトへは30分ごとに利用が可能である。市内は平日には6本の市バス路線が運行している。地方バスと週末及び祝祭日のみ、運行の夜行バスがアーレント・ミュンスターとを結んでいる。カトリックの教区教会聖バルトロメウス教会は旧世紀に、 創設されたミュンスターラントで最も古い洗礼教会の一つである。現在のおそらく1480年頃に建設された教会堂は多角形の内陣を有するハリマシマの後期ゴシック様式ハレンキルヒエである。その一部、例えば南壁の横ー跡などはロマネスク様式の先代の建物から流用された。バロック様式化されたボンネット型屋根をいただく斎藤は 1815年から1819年に新たに増築されたものである。調度品の中では、1512年の名があるベルンとブーニックマンの生体アンチ等が結出している。紋章が刻まれたエピタフは1724年に制作された。カトリックの教区教会聖マリエン教会は1285年頃に創設された。1902年から1904年に、 聖堂建築家マインツのルートビヒベッカーによって古い建物があった場所に現在のネオゴシックのレンキルヒエが建設された。南側に初期ゴシック様式の玄関が転用されている。模様の装飾が豊かになされた16世紀初めのも先代の教会から引き継いだものである。光り輝く二重星母像もこの頃に作られた。 1668年と1744年の都市火災によって市内中心部の古い建築は大部分が失われた。丸くと13番地のマンサード屋根をいただく簡素な木組建築はその後の復興期にあたる18世紀後半に建設された。この他の歴史的建造物としては保護文化財に指定されているプシュテクライ邸がある。 現在旅館として利用されており、ガイスト A、フェルテーとしても知られている、ビショッピンクホーフ、フライハイト2番地は、かつては7つあった上平の館の一つである。この建物は、半節つま屋根をいただく3階建て、全面が漆喰塗りされた木組建築で、おそらく17世紀後半に建設された。この館は、もともとはアーレンの騎士家の所有であったが、 婚姻によりアーレンの上兵美書、ピンクツーガイスと、うんとツープして暗い家の所有となった。エールスホーフ、ビルヘルム通り12番地の敷地には、地下ホールを有する簡素な木組みのディーレンハウスがある。この建物の中核部分は16世紀に作られた。このうち市外で、おそらく最も古い世俗建造物は、現在郷土博物館として利用されている。郷土博物館は、 アーレンやその周辺地域の歴史について学ぶ機会を提供している。テーマの重点は、農耕と農場生活、工業、都市の景観、市の歴史と考古学である。1993年10月にオープンしたアーレン美術館は、20世紀の芸術作品を定期的に入れ替えて展示している。対象とする範囲は、古典的な近代芸術から、 同時代の芸術作品までである。本誌はこの美術館の運営について2005年9月に亡くなったアーレンの起業家テオドールカイライフェルトの財団に依拠している。1984年に開館した金細工史館の博物館は原子時計、天文時計、火時計、高時計、水時計、1585年からの機械時計といった時間を計測する。 歴史的な器具を展示している。第二の重点は、キリスト教や、その他の世界の宗教の細部である。展示品には、以下のものが含まれる。アーレン・キンザイク史館の博物館は、ヨーロッパでも数少ない反宗教博物館の一つでも、ある。フリッツ・ヴィンターは、バウハウス派で、戦後最も重要な画家の一人である。フリッツ・ヴィンター自身が、名と共に、年に、 アーレンの老人ホームにフリッツイコールビンターイコールハウスを創設た。展示のコンセプトは優れた中小芸術の展示である。アーレン芸術協会は1988年に設立され同時代の若い芸術家のためのフォーラムとして運営されている。その活動の一環として1年に3から5作品の展示を行っている。クンストイコールシュプールなどの様々な インスタレーションプロジェクトによって、キロボルトアンペアは公共空間における芸術発表に寄与している。また、芸術協会は展覧会やアトリエの訪問ツアーやアーティストとの対話集会も行っている。さらに、芸術協会の仲介で芸術家による様々なプロジェクトが可能となっている。毎年恒例の限定版のグラフィック、彫刻、デザイン作品は、 コレクションを充実、補足するために手頃な価格で芸術作品を購入する機会を提供している。イニシアティフェビュルガーゼントルムシューファブリーク EV 積極的市民センターシューファブリークは1989年からアーレンの社会文化コミュニケーションセンターを A している。その目標は年齢制限や国家、宗教の境界がないみんなのための家を作ることにある。 ビュルガー・セントルム・シューファブリークは移民との融和、難民援助、青少年育成、ソーシャルネットワーキングと教育、文化振興といった問題についての意見交換のバーである。指導者、協会、グループは交流会やイベントにシューファブリーク、生果工場を利用している。シューファブリークの食堂は多くのアーレン住民にとってコミュニケーションの場でもある。 周ハブリークでは年間平均100件のイベントが開催されている。アマチュア劇団の上演、風刺師の朗読会、コンサートやダンスイベントが行われる。多彩なプロフェッショナルのプログラムを提供するとともに、同時に更新の育成を目指している。2000年5月に古いアーレンの映画館が閉鎖され、2005年12月1日に新しくシネマアーレンが開館した。 4つのホールのうち、最大のステージは、演芸や、演劇上演にも利用される。アーレニシの歴史の概要は、2005年に刊行された、クベランウント・フォーシュンズ・アゴシシタ・デア・シタット・オレイン、バンド8を参照のこと。魔女狩りについては、以下の文献が参考になる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。